はい、皆さん、まいでまいど。はい、コメント返しね。ピーチ姫先生ね。まあ、ご年配のパーマ。まず最初に薬剤決めて、薬剤で、一液、髪の毛が何分まで耐えられるか。わかるかいすごいね、これね。<laughs> その時間内でかけるには、どのロットでするか。なんかね、プロになっちゃったね。まあ、どんな薬剤使ったかわかんないけどね。だから、あの、ソバージュ系カーリー系 あれね、毎月ね、白髪染めしてる、まあ、美容室で白髪染めしてる人、あれね、つけ巻きで巻いてね、2、3分なら耐えられるんだよね。一番強いチュで、EX で。まあ、こ年配のパーマなんだけどね。でもそのぐらいでかけないと、すぐ取れちゃうんだよ。まあ、こ年配の蕎麦樹系だけどね。まあ、濡らした髪の毛に一液ぶっかけんだけど、一番強いチュね。結構平気なもんなんだよね。ただやっぱり強いよ、かかり具合は。で、3ヶ月ぐらい持つかな。 二ヶ月ぐらいだとやっと緩くなってちょうどいいかなっていう感じかな。で、どのロットにするか。これが一番難しいよね。意外とね、パーマってね、細めで巻かなきゃかかんないもんだよね。毛先は傷んでるから結構かかるんだけどね、根元がかかんないんだよね。まあこれ、どのぐらいで巻いたかわかんないけどね。まあ綺麗なパーマになってほっとしました。いいね。こっちがお座りたいよ。あと、三ースなしで。 三輪酢世代だね、先生ね。<laughs> だから、昔の先生やっぱり三輪酢使うよね。昔の二液がさ、ややアルカリ性だったんじゃない 今はなんか中世まで来てるからね、三輪数いらなくなったんじゃねえかな。ちょっとよくわかんないね。パーマイキ工業組合じゃ何言ってたかな。パーマイキ工業組合のホームページ見ると、三輪数よりも今は中間水泉どうのこうのって言ってるんだよね。ただ中間水泉も昨日ケチャップだの醤油だのそれでさ、実験したけど、毛先はさ、残ってるよね、パーマイキね。ゆすぎきれないよ、ケチャップと醤油に関しては。 多分、ネオアニオンロットでやっても、内側から、ロットの内側からはさ、シャワー吹っかけねえ限り、綺麗になんねえんじゃねえかだから、中間水泉つう意味は、パーマ液を洗い流す、一液を洗い流すんじゃなくて、一液をある程度薄めた状態で二液をかけろってことなのかなそれでも毛先には、どうかな二液届かないかもよあの、機能やった感じだと。 二液つけながらよほど揉み込まないと毛先までね、パーマ液が染み込むように。うーん、毛先ってのは意外と酸化不良を起こしやすいかも。その分、パーマが取りやすくなる毛先、それでちょうど良くなるのかななんか、そういう中途半端な仕事が、怪我の巧妙じゃねえけど、毛先のチリつき、まあ、どうなら一液でチリついたものは二液つけようがつけまいが散りついてんだろうからね。 動画の方はね、まあ、2センチぐらいのカット。2センチぐらいのカットだけど、3センチ切ったらもう失敗なんだよね。やっぱり、1センチ8ミリぐらいにしとかないと、シャギ入れたり、毛先すいたりするからね。もう、姫様ね、うちの動画をね、見てくれてありがとうね。もうね、教えることね、もうない。何も。1年見られたらね、もう何にも教えることない。こっちがね、本当教わりたいぐらいだよね。あの、女性的なね、仕事の仕方とかね。 ご配慮の仕方とかね。接客の仕方とかね。うちは接客しねえかんね。<laughs> やっぱ動画は3分ぐらいにした方がいいかな。最近やっぱり自分の性格に待ってっかな。こうショートにしてしまった方がね。なんかそんな気がしてきた。はい、お疲れ様でした。